そうです、本日の晩ご飯早速作っていきたいと思います。本日のメニューは、皆さん大好き肉じゃがを作っていきたいと思います。よくですね、彼女に作ってほしい料理第1位みたいなんとか肉じゃがよく出てきますけども、肉じゃがって難しいですか？ですね、私何回か作ったことあるんですけども、煮物の基本というか非常に簡単な、もう鍋に任しておけばいいんじゃないかっていう料理だと思いますんで、それを普通に簡単に作っていきたいと思います。今日も失敗はなし。それでは本日の肉じゃがの材料です。まず玉ねぎ1個、人参1本、じゃがいもが3個、それと糸こんにゃくですね、はい、それと切り落としの牛肉2人分で、157g 入ってます。はい、それでは調理をしていきたいと思います。はい、このように材料の下準備ができました。それでは切っていきたいと思います。じゃがいもをですね、まず食べやすい大きさ、少し小さい目の方がいいのかな、小さいじゃがいもなので4等分でいきたいと思います。はい、人参は乱切りに、玉ねぎは、どうしよう、なんかちっちゃい感じのくし切りにしていきます。はい、そしたら早速煮込んでいきたいと思います。まず鍋にサラダ油敷きます。はい、鍋の油が温まってきましたら野菜を入れていきたいと思います。そしたら全体的に、油が回ってきたので、糸こんにゃく入れたいと思います。それとお肉です。はい、材料が全て入りましたので、ここで水を 200cc ぐらい、だしを顆粒だしを入れると思うんですけども、今日は白だしでいきたいと思います。まあ大さじ1杯ちょっとぐらい、少しアクが出てきたので取り除いておきます。はい、そしたらここに砂糖大さじ1杯ちょいぐらい、酒、酒を大さじ2杯、みりんですね、みりんも大さじ2杯、そして醤油、醤油も大さじ2杯、そしたらあとは少し火を弱めて落とし蓋をします。これでじっくりコトコトと煮込んでいきます。はい、それではだいぶ煮込まれてきましたので落とし蓋を取ります。煮汁もだいぶ少なくなってきて、いい感じで煮込まれてますね。じゃがいももかなり柔らかくなってます。あとはこのままこれで火を消して少し冷まします。冷ますことによって味が染み込みますので、このまま火を止めて置いておきたいと思います。一度、冷ましてじっくりと味を染み込ませました。
それで再び温め直して、今これで完成ということで、今から食べたいと思います。では完成の蓋をオープン。味もすごく染み込んでそうで、いい感じに出来上がってると思います。それではいただきます。それではいただきます。早速肉じゃがを食べたいです。まずはこれ肉、おいしい。そしてじゃがいも、めっちゃ美味しいです。肉にもじゃがいもにもすっごく味が染み込んでて、じゃがいもは特にもうホロホロになってますから、もう口に入れたらボロボロボロって崩れるような感覚で、すごく美味しくできました。ご覧いただいたように、作る工程は全然難しいところはありません。もう鍋に入れて火にかけて放っておくだけですんで、これは誰にでもできると思います。皆さんもぜひ煮物試してみてください。はい、ごちそうさまでした。本日もすべて食べ終わりました。肉じゃがもですね、味がすごく染みてて優しい味で本当に食べやすかったです。それではまた次の動画でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。では、さようなら。